聞かせてください。肌と優しさの物語。日向、日向、日向、うさぎさん、うさぎさん。子育てって休みがない、当たり前なんだけど。うさぎさん、うさぎさん、あ、おかえり。もう気が斜めだね。今日ずっとこんな感じ。そっか。熱とかは？あ、ないない。ほらほら、お母さん帰ってきたよって。はい、中おいで。あ、ありがとう。よいしょ。ミルクもあげたし、昼寝もした。どうしたの？え、着替える？いや、あ、お風呂入っちゃおうかな、ちょっと早いけど。オッケー。いや、決めた。お風呂だ、お風呂入ろう。ごめん。なんかさ、ちょっとは子育てに慣れたつもりだったんだけどさ、うん、今日本当に全然泣き止まなくて。当たり前なんだけど、あ、子育てって休みがないんだなとか思っちゃってさ。そうだね。うん。奈々子が帰ってきて抱っこ変わってくれたじゃん。あの時俺少しホッとしちゃったんだよね。助かったって思っちゃって。うん。ひなたが生まれて嬉しいこといっぱい増えて、うん、でも泣いてる原因分かんなかったりすると、俺親として大丈夫なのかなとか思っちゃう時あって、まだまだだなって。私もさ、子育てってまだまだ分かんないことだらけだよ。そう、奈々子はしっかりしてるよ。そんなことない。なんとか頑張れてるのは春人と一緒だからだよ。それでも一緒に考えてくれるから、だからすごく助かってる。肩に力入りすぎてんのかな。そうかも。お互い失敗しながら成長していくしかないんだろうね。だって私たち新人だし。新人？親の新人？確かに。家族全員まだまだ新人です。肌と優しさの間にずっと。
ミノン。聞かせてください。肌と優しさの物語。期待と不安が混ざるとプレッシャーが2倍になるのは私だけ？せや、気にしちゃダメだからね。今日のは練習試合、本番は来週だから。行け、頑張る。バイバイ。もういいから、自分でやるから。わしゃ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 。また始まった。先週も見てたじゃん。だから今週も見るの。あ、これ三角公園だね。お母さんめっちゃ笑ってる。だから笑いじわ出んのかな。もう笑うのやめようかな。ねえ、うん？お母さんって不安になったりすることとかあった？うん、今も昔もしょっちゅう。力強く言うよね。え、どんな時に？いろいろあったけど、受験の時は模試で全然結果出なくて焦ったし、就職もさ、何社面接受けたんだって感じ。あと結婚式の前の日、ドレスが入らなくなる夢とか見ちゃってさ。まあでも一番不安だったのはこの頃かな。めっちゃ笑ってるのに。この頃ね、いいお母さんになんなきゃって変に自分にプレッシャーかけてたんだよね。でもいいお母さんってどうやってなったらいいのか分かんないじゃない。自分に期待しては失望しての繰り返し。そんな時さ、小さな鞘に励まされたんだよ。え？ちょこちょこ歩く子だったんだけど、よく転んでさ、である時結構派手に転んだことがあって、慌てて駆け寄ろうとしたら泣きもしないで平気で立ち上がったの。でまた歩くの、またこけるの、でもまた立ち上がって歩くの。それってさ、自分のことを何の疑いもなくまっすぐに信じてるってことなんだよね。さやが何度も立ち上がるの見てたら、私も自分くらい自分に期待してあげようって思えたんだ。だから今思い返すと、どれもこれも全部楽しかったな。そうなんだ。楽しかったって言えるようになるのかも。私も辛かった、辛かった、覚えてる、辛かったの。こんなになりながらやってたの。あ、そう、申し訳なかったね。これお母さんしょっちゅう作ってたじゃん。肌と優しさの間にずっとミノン。ミノンは敏感肌という言葉が広まる前から敏感な肌と心に寄り添ってきました。肌と優しさの間にずっとミノン。第一三共ミノンは50年。肌と心が敏感な時に
寄り添ってくれてた。敏感肌という言葉が広まる前から、ミノンは3つのこだわりで敏感な肌と心に寄り添ってきました。肌と優しさの間にずっとミノン。第一三共。